バッキンガム宮殿前を更新するライフガーズ。ライフガーズは、イギリスのこの駅兵連隊であり、イギリス陸軍における連隊序列第1位の連隊である。日本語では、ライフガーズ連隊、ライフガード連隊、ライフ、この絵連隊等の表記も見られる。また、ライフガードと混同されて、急難隊と語訳される例も見られた。一般の連隊のように、 各旅団に戦闘部隊を派遣し、衛兵任務の人員を配置するための組織としては、ブルーズロイヤルズと共に、王室騎兵隊が編成されている。ブルーズロイヤルズ連隊が、新京都革命期に、議会派だった部隊の流れを組んでいるのに対し、ライフガーズ連隊は、王政復古時に、王党派だった、騎兵中隊が元になっている。ウスターの戦いに敗れて落ち延びるチャールズ。 馬上のチャールズ2世1651年、チャールズ皇太子は、イングランド内戦における最後の大きな戦闘となった、ウスターの戦いに敗れて大陸へ亡命した。この時、チャールズ皇太子に従っていたジェントルマン階級のロイヤリスト80名により、1652年に、騎馬護衛隊がオランダで編成された。当時は、チャールズ皇太子個人のボディーガードであり、 戦闘時は、不評として戦った。彼らは、ジェントルメン・オブ・ザ・ライフ・ガーズとも呼ばれていた。そして同じ頃、チャールズの弟で後に、ジェームズ2世となるヨーク公も、騎馬護衛隊を編成していた。また、当時議会派だったジョージ・マンクも自身の騎馬護衛隊を持っていたが、マンク将軍は、王政復古に際して、王党派に転向したので、彼の騎馬護衛隊もそれに従った。 1660年5月、チャールズはこれらの3個騎馬隊に将校を任命し、3個のこの駅兵中隊として、ロンドン入場に同行した。騎兵中隊は、チャールズ皇太子の護衛隊が第1中隊とされて、キングス中隊、マンク将軍の騎馬隊が第2中隊とされて、クイーンズ中隊、ヨーク港の護衛隊が第3中隊とされて、デューク・オブ・ヨークス中隊と呼ばれた。 1661年4月、第4位中隊、スコッツ中隊が設立された。1678年、当時フランスの影響で、不評連隊に敵弾兵中隊が設けられるようになっていたが、この敵弾兵に機動性を持たせようという発想から、第1内主第3ホースガーズ中隊に、騎馬敵弾兵が配属された。騎馬敵弾兵は、 敵弾とフリントロック式のマスケット銃、フュージル及び銃剣を装備した乗馬不評であり、騎馬により移動し、戦闘の際は下馬して、敵弾の投敵や射撃、銃剣による白兵戦を行った。1693年、各中隊の騎馬敵弾兵が集められ、ホースグレナディアガーズ中隊が編成された。そして、1702年には、第二中隊。 スコッツ中隊が編成された。1746年、ホースガーズはニコ中隊に再編された。1788年、ホースガーズのニコ中隊と第1及び、第2ホースグレナディアガーズ中隊は廃止され、ライフガーズ第1連隊及び同、第2連隊に再編された。1922年、ライフガーズ第1連隊と第2連隊が統合され、 ライフガーズとなった。連隊長時代のルイスマウントバッテン伯爵乗馬清掃で右手にゴールドスティックを持っている。カーネルインチーフには歴代君主が就任している。名誉職の連隊長は1999年からチャールズ・ガスリー大将が務めている。ガスリー大将はウェルシュガーズ出身で中佐時代には 同連隊の機械化風評大隊長を務め、第一装甲旅団長、第二師団長、第一軍団長、イギリス陸軍ライン軍団長等を歴任した後、参謀総長に就任し、国防参謀総長まで務めた人物である。連隊本部は、ブルーズロイヤルズ連隊の本部と共に、ウィンザーのコンバーメアバラックスに置かれている。 ライフガーズ及びブルーズロイヤルズの両連隊長は同時にゴールドスティックの役職に就く。2名のゴールドスティックは月交代で君主の随員を務める。そしてゴールドスティックの補佐として王室月兵の指揮官にシルバースティックの肩書きが与えられる。ホースガーズにて衛兵任務中のライフガーズ隊員。ライフガーズ連隊はブルーズロイヤルズ連隊と共に 王室機兵隊として任務に就く。王室機兵隊は、実戦部隊である王室機兵連隊と衛兵任務部隊である王室機兵場場連隊からなる。ライフガーズとブルーズロイヤルズ両連隊はそれぞれ王室機兵連隊へ2個、王室機兵場場連隊へ1個の中隊を派遣している。指揮官にはライフガーズまたはブルーズロイヤルズいずれかの連隊に所属する。 大佐の階級のものが選ばれる。本部は、衛兵部隊を統括するロンドン管区の本部と共に、ロンドンのホースガーズに置かれている。FV107 シミター本部は、コンバーメアバラックスに置かれている。実戦任務において、王立装甲軍団機下に入り、中隊を実戦旅団へ派遣する。各中隊は、FV107 シミター、パンサー CLV、 ジャッカル雇用手等を装備した装甲偵察中隊であり偵察任務を行う。参加の中隊は1990年代にはボスニアヘルツェゴビナ紛争及びコソボ紛争にナトー軍の一員として派遣され2000年代に入ってからはイラクとアフガニスタンに派遣されている。ホースガーズにて衛兵任務中のライフガーズ隊員と将校の背面。 ガーターセレモニーで、徒歩行進するライフガーズ。王室規兵場バレンタインは、ロンドンのナイツブリッジにある、ハイドパークバラックスに本部を置き、議場、衛兵任務を行う部隊であり、ホースガーズでの衛兵任務、トゥルーピングザカラーあるいは、戴冠式や王族の結婚式のパレードを牙で行うほか、ガーターセレモニーの際は、徒歩で隊列を先導する。この際に着用する。 ライフガーズ連隊の清掃は赤いジャケットでヘルメットの羽飾りは白である。両連隊とも乗馬時には強行を着用し白のキュロットとブーツを履き土歩行進の際は強行をつけず濃紺の長ズボンの下に半長靴を履く。王室機兵連隊を含む他の連隊には軍医総幹部から軍医が派遣されているが王室機兵乗馬連隊は 多くの馬を保有しているため、それに加えて10位が所属している。10位は、ライフガーズとブルーズロイヤルズいずれかの連隊の制服を着用するが、帽子は他の将兵と異なり、自重武官のようなに格帽を着用する。また、他の連隊にない役職としては、ライディングマスターと呼ばれる将校がおり、兵士への乗馬指導や、新しい馬の調教を行う。 他国の軍隊には、ほとんど馬がいなくなった現代でも、イギリスの騎兵は、高い乗馬技術を維持しており、オリンピック馬術競技のメダリストも輩出している。王族の馬術指導は、騎兵将校が行うが、ライフガーズの将校はその機会も多い。皇太子妃ダイアナとの不倫騒動で有名になった、ジェームス・ヒューイットの場合も、同連隊将校として、 ダイアナの馬術指導をしたことからロマンスに発展した。王室女性と、騎兵将校のロマンスとして、有名な例としては、ミュンヘンオリンピックの金メダリストであり、アン王女と結婚した、マーク・フィリップ・スタイがいる。乗馬整列したライフガーズの前を更新する、王室騎兵隊合同軍楽隊。ドラム主の内向かって左、馬の額に、 ガーター勲章の聖章がついているのがライフガーズのドラム種。陸軍音楽軍団の下にはライフガーズ軍楽隊がある。陸軍音楽軍団は陸軍音楽学校を母体とし、全陸軍の連隊及び陛下軍団の軍楽隊を分離して編入させたものである。かつてライフガーズ連隊参加にあった軍楽隊もここに編入されている。 ブルーズロイヤルズ軍楽隊と合同して大規模編成で演奏することもある。ブルーズロイヤルズの元となった二つの騎兵連隊、ロイヤルホースガーズと第一ロイヤル竜騎兵はいずれも議会派の残党を集めて編成された部隊である。コールドストリームガーズ連隊の創立者でもある。ありがとうございます。